あんた誰ですか？ファックスしたいです。どうも、スバタです。あと今日ね、まあ昨日孫氏もね、まあネタにしてたんですけど、ファックスしたいさん、ブラジルじゃない、ファックスしたいさんだからね、ファックスしたいさんのオワコン化が止まらないってことで、まあオワコン化どうか知んないけど、まあ登録者数がもううなぎ下がりで、もう右肩下がりで、あとはそのバット低評価がすごいつくと、うん、で、まあもともと俺、まあファックスしたいさんの動画あんま見てないんだけど、俺パズドラわかんないから。ただ以前からまあ中堅 YouTuber の方々がまあおっしゃってたけど、まあクンさんとか、あとまあハマさんとか、まあ、パズドラを媒体にやってるから、パズドラがオワコンになったら、やっぱそれを媒体にしてる YouTuber の方もまあオワコンになっちゃうと。で、まあ孫氏が前からね、最近パズドラアップしてもやっぱ伸びないと、伸び悩んでると、うん、でまあそれが原因なのかなっていうことなんだけど、まああとそれともう一個、まあ全ての方に言いたいんだけど、やっぱね、大事なのはね、人柄だよね、普段からの。うん。例えば、はじめ社長で一番初めにね、はじめ社長の動画見て、好きになった原因っていう理由が、その動画の内容よりも印象に残ったのが、動画見終わった後にさ、見てくれてありがとうっていうテロップが出るじゃん。あれに衝撃を受けたんだよ。うん。やっぱ俺たちってさ、動画のさ、少ない情報からその人のことを読み取ろうとするんじゃん。どういう人かなみたいな。まあ、人柄とさ、動画の内容の面白さはシンクロしないけど、でもどうせあったら人柄いい方がいいじゃない。で、まあ、結構まあ、問題になったけど、いろんな方がまあ、それを指摘してたけど、ファックスしたやさんってさ、結構ワンマンなところがあって、その、部下を逆らわせない人なんじゃないかみたいなさ、暴言動画も出回ったじゃない。うん。まあ、それはまあ、ちょっと貼っとくから見てほしいんだけど、その、ファックスしたやさんに物申すっていう動画があるんだけど、まあ、それちょっと見てほしいんだけど、ね、ファックスしたやさんなんで、ファックスしたやさんね。うん。で、まあ、貼っとくけど、まあ、部下に暴言吐いた。で、しかもそれを、まあ、動画としてアップしちゃった。それに対して、まあ、その動画でまあ言ってるけど、よく周りの人がさ、止めなかったなと思ってさ、うん、さっきのは、なんか、どう考えてもマイナスにしかならないから、カットしましょうとかって普通言うんだよ、普通だったら。うん、でも、誰も言わずに、アップしてその動画見た後も、誰もこれやばいよねとか言わなかったのかなと思って、それは不思議でしょうがない。うん。それこそ、ほんと恐怖体制で、恐怖政治でやってんのかどうか、もうほんと逆らったら首みたいな。うん、ファックスしたいさんね、してんのかもしんないし、やっぱそういうね、人柄とかはやっぱね、やっぱ見ちゃうよね。キッズは知らないよ。うん、やっぱ中高生になってくるとでもわかるじゃん、そういうの。んで、炎上とかさ、オワコンだった時もさ、やっぱ人柄がいい人、まあ、その動画の中から読み取れる情報でさ、例えば、この人親孝行なんだなとか、友達思いなんだなとかわかると、やっぱ応援したくなるじゃん。なんかその人に何か悪いことがあっても。でも、普段からさ、人のことを悪く言ってたりとか、あと、下ネタ？もう俺みたいにさ、言ったりとか、あと動画の中で平気で平してさ、ね。あ、出ねえや。うん。で、そう、平したりとか、してると、やっぱ、うん。で、まあ結構ほら、孫子もさ、悪口言うけど、ね、悪口言うんだけど、あ、今出た。で、孫子も悪口言うけど、フランクというか、まあ、ね、まあ、嫌な人は嫌なんだろうけど、俺そこまで突き刺さんないんで、孫子の悪口は、まあ、ネタとかキャラだと思ってるから、うん、それこそブラックマヨネーズの人がさ、相方同士でさ、ハゲとかブツブツとか嫌って、あんな感じで軽いノリの、な、ネタみたいな感じで受け取ってるから、そこまで俺は割り切って見てるから、深く突き刺さんないけど、ファックスしたやさんの部下に対する暴言、うっさい黙れボケとか、あれはね、すげえ残ったんだよね。俺の中に。むっちゃくちゃ残っちゃったんだよ、あれ。うん。で、良くないなと思った。ああいう暴言は。で、ああいうのは乗っけるべきじゃないし、なんでカットしなかったのって話。で、もっと言うと、本人も元より前の人、なんでこれを流そうと思ったのって話。うん。ああいうのはやっぱダメ。マイナスになる。うん。で、なんかオワコンだったとか、そういううんぬんなしにして、その、炎上とか、その困ったことが起きた時に、その、ファンがさ、ね、残ってさ、後押し、応援、支えてくれなきゃやっぱ、ね、寂しいじゃない。うん。なんかあったら逃げちゃうじゃんさ。うん。だから、普段から人柄っていうのも、まあ、動画の面白さと同じぐらい大事なのかな。まあもちろんほんと人柄が良ければ動画が面白いってわけじゃないけど、またね、性格悪ければ動画がつまんないってわけじゃないけど、やっぱ、ね、同じぐらいバランスよく、まあ、感想を得てくれたら俺は嬉しいなと思います。ということで、スバターでした。じゃあな。